競技場豊田店さんの昭和サイズが19センチです。お願いします。はい、19センチ昭和です。非常にあの見慣れた感じの模様の濃いです。非常にあの、はい、豊田店さんっぽいそう三段模様で、はい、これ紐模様だけじゃとってもあの選別ででも拾うな、やっぱり頭の入りがいいんでね、やっぱりで、まあいつもだったらこの墨がまだない状態なんですが、はい、うちも少しは進化してきて、はい、もしかしたら墨が脇から今もうコツコツ出始めてるんで、はい、こちらもこれがもしかしたらこう上がってきてつながって、もしかこれ稲妻に墨が入るとか、いろいろいや、いろいろ想像が膨らむ鯉です。多分ず、想像したらずっと飽きない鯉ですよ。でもやっぱりなかなかね、昭和を飼育あまりしたことない人はどうなるのかなって考えて、考えるだけで疲れてくる鯉かもしれませんが、まあ本当でなんかこの将来どうなるかなって、多分一晩お酒飲んで、ずっと見てれる鯉かもしれません。これは昔牛さんが言ったの空間の美ってやつとはまたちょっと違うんですか。空間の美ですよ、ほら。そうですよね。でもこれ ね、 なりましたね。でもね、あの時の鯉やっぱかって思うんですけど、やっぱり結構墨出る鯉は出てくるんですよ。よくこういう白い鯉が3年経ると黒い鯉になったりするんですよ。これで綺麗に出てくればいいけど、全身真っ黒で汚くなる鯉も、当時あの時買ってくれた人もそういう鯉も出た人もいると思います。はい、そのあたりがね、本当に昭和そんな変化が楽しめる鯉なので、はい、こちらが今こういうものですけれども、1年後2年後分かんなくなるかもしれませんね。そうですよね。うまくいくとすごいいい子になるけど、まあひどく、よくは、はい、ひどい時はすごい子になります。すごい。はい。まあそこら辺があの想像膨らませやすい子ですが、ね、どうなるかは本当に未知数。はい。まあ、本当にあれですね、永遠に博打の要素のあるのがやっぱ昭和だと思います。よく昭和の写真あの印刷してぬりぬりしてますもんね。はい、まあ、あれはね、想像だけでそういう風になったことはねあまりないんですけどでも想像は楽しいですよね、それね、はい、なったらなと、はいはい、このあたりが想像して、そういうところでも楽しめる声じゃないでしょうか。はい、ジョイジョイさんの昭和でサイズが19センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。